ハンマークの本家の半間陽先生です。明けましておめでとうございます。2部ですね。ということでね、お餅をついてましたけども、まあ1章で5章の方が良かったかな。1章だとね、お餅つき作ってもね、6時間水につけといて、それから水を切るのに1時間だ、7時間かかって、で蒸してですから8時間かかるんですね。で1升でもダメですね。1升 0.6 升ぐらいですね、実質はね、作れるのはね。水につけるんでふやけるんで、そういう感じで1升ですね。あの1升まるまるちょっとあの多くなりすぎてて、上に乗るかな、乗るかもしれないけども、ちょっと限界ですね。だいたいね、6号が限界ですね。というのはね、網というかザル、金属のステンレスのザルを買って入れるのがいっぱいなんですね。6号は溢れ出ちゃうんですね。5号ぐらいが本当にいいんですね。大きいザルがないんですね、ステンレスもね。というので6号、まあ、つけるのは、炊けるのは6号、8号ぐらいまではなんとかできるんでね。10号だと1升でしょ、ね、1.8 リットルですよね。だから約ね、そういうことで作ったら、なんか10キロのもち米買って作ったら、6回ぐらい分けて作ったんですね。初めちょっと少なすぎてね、5合ずつ作ってて、で6合に増やしてて、今度からは7合ぐらいで作ろうと思いますけどね。それで大きくね、あのビニールシート片栗粉にまぶして、あの餅をついたやつをね、つけて、あの袋にね、綺麗な袋の中に入れて作ったんだけど、ちょっとやっぱりね、分けてね、だいたい3合分、2合分ぐらいずつ分けて潰しておいておかないと、後で包丁で切るのが大変でした。硬くて手切っちゃうんですね。というので、丸々ただ突っ込んでいただけだったんで、丸々のまんまね、袋にね、平らにしなかったんで、めんどくさいんで、これは失敗したなと思いますね。大きい袋だとちょっと袋自体も分厚いから穴は開かなかったですけどね。あと餅、野菜を買ってなかったんで、買いに行くのがめんどくさかったので、牛肉入りのね、牛肉と、口煮干しっていうのを忘れちゃったけど、の粉末を入れてだし作って、ちょっとだけコンソメじゃないけど、鶏ガラちょっと入れて、あんまり良くないんだけど、体にね、人工的ではないと思うんだけど、じゃないやつでいいやつ買ってたからじゃないとは思うんだけど、鶏ガラちょっとだけ入れて、それだけですね。で餅を焼いて、食べてましたけど、お雑煮ですね。東京風のは醤油味なんだけど、新潟風は大根とかね、大豆を潰して入れるんですよ。大根とかね、たくさん実入れるんですね。野菜豊富だからね、茨城県だから、いくらでもあるわけなんですけど、非常にね、まあ、食い物はすごく豊富ですよね。田舎はね、茨城県はもうすごく豊富です。あと、そんなことでね、仕事では私は世界一の億万長者の稼ぎは3週間ですということでね、実際3週間で稼いでます。実際はね、仮想的ですけどね、ということ
ことをちょっと説明しました。226だから700兆円ですか。3週間で700兆円は稼いでると思いますね。ただ人間たちが全員が攻撃しますから、それに防衛しないといけないんで、抑える仮想的な力で使ってると、言っております。で、いずれここで私も、住みやすい家にね、豪邸に住もうと思いますけど、人間の一番の億万長者の100倍ぐらいが現代だ、限界だと思います。なぜ税金を払うのは人間たちですから、問題が起きるんですね。そんなことで攻撃来る方ですね。人間というのは基本肉食生物ですから、ね、力破れれば全部占領してきますからね。盗んで肉を食べるというのは道具を使ってね、これは人間の本能です、ね、でいつも攻めてきているわけですね、人間がね、全員がですね。で上の生物なんで、宇宙全体に作ってる人間全員よりか力の強い仮想的な兵器とか生命仲間の生命体もいるわけですね、上の能力者と。そんな関係と、また宇宙にもっと大きい敵もいるわけですね。まあそんなことの防衛などがありまして、私は生きてるということですね。で今ちょっとね、足をきれいにしてるんですけど、足の再生ということでね、足がね凍傷みたいな感じに痛くなってきまして、冷え性でね足がやられてね、やばかったんですよ。足がね凍傷しそうな感じぐらい、足寒くてもいいやということで、上だけ暖かくしてたら、長くやってたんでね、若いうちで、それでねやばくなって足がね腐りやすくなってね、皮膚がねやられ